皆さん、こんにちは。私のチャンネルを見てくださってありがとうございます。本日は、渓谷政府が18日から輸出優遇国から日本の除外を施行したことについて話していきます。ぜひ最後までご覧くださいね。かねてより発表していた日本を、渓谷の輸出優遇国から除外する施行を18日より施行すると発表しました。政府は、度重なる対話要請に背を向け、一方的に、渓谷をホワイト国から除外した日本とは、相互信頼に基づいた国際協力を続けるのは困難と見ているとのことです。日本の優遇国除外の措置を受けて、最も変わる点は、未需要と産業、軍需の戦略物資輸出の際にも個別許可を受けなければならなくなる点が挙げられます。以前は、敏感品目、軍需向け物資についてのみ個別許可取得が義務でしたが、これからは4大統制体制の統制品目、1735個すべてが個別の許可対象になるとのことです。また、個々の許可をもらうために必要な書類が3種類から5種類に増え、審査期間も5日から15日に長くなるとのことです。日本は先月28日正午より渓谷のホワイト国除外を施行しており、先端素材、通信、センサー、後方装置など戦略物資を含む軍事専用の恐れがある約1100品目を渓谷に輸出するとき適用してきた優遇措置を撤回しています。日本政府は、行政予告の最終日の今月3日、根拠のない恣意的な報復措置という意見を提出しました。これに対して、渓谷の産業部は、国際協力が困難な国の地域分類を変えるなど、渓谷の制度を改善するためであって日本に対する対抗措置ではないと反論しています。両国での輸出優遇国からの除外の施行、度重なる反日運動、ジーソミアの破棄と、両国間の対立の溝はさらに深まる見通しです。ついに施行したんですね。報復からは何も生まれないです。それに、今回の両国でのホワイト国除外の措置は、渓谷には打撃はありますが、日本への打撃は少ないとのことで、数打ちゃ苦しむだろうという甘い考えはやめた方がいいと思います。矛盾だらけですね。これこそ報復措置。頑張ってくださいね。国交が絶えるのを心待ちにしております。一応、批判をしなきゃないが、実情は、どうでも良い内容だ。日本には、我慢できる措置だし、早く国交を断絶してほしい。渓谷の異常性が露呈してきていますね。政府並びに、日本の善良なメディアは、海外に情報を発信すべきですね。正しい情報を、今、これを報復と言います。国連も、日本を、名指しで、金をくれって言うなら、日本に、有益な立場で動いて、渓谷に制裁すべき。言えば折れる日本って時代は、終わらせましょう。わざわざ分類を新設してまで、日本だけ別扱いにしておいて、報復ではないと嘘吹き、しかも、対象となる日本の企業は100社未満。失笑するしかないでしょ。日本への報復、見せしめとして発表する暇があるのなら、自国を良くするために考える時間に充てるべきなのではないでしょうか。具体的な理由も示さずに撤廃って、ただ敵を作るだけで何も得られないです。本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。皆様からのコメント、ご意見、お待ちしております。みんなで楽しいチャンネルを作っていけたら私も嬉しいです。ぜひ、ゆかりに皆様の考えを教えてください。チャンネル登録もお願いします。また、次回も遊びに来てくださいね。